セイグ根元、いいか、お前たちが何かやらかしても、刑事事件ならどうにかなる。しかし、民事となると、俺でもどうにもならん。だから、女と寝るときは必ずゴムをつけろ。根元氏は法大時代、暴力団組長の安藤昇と同級生で個人的親交があったという。反社会的勢力に精通している一方、警察組織内部にも独自の情報網を築いていたそうだ。美談ではないな。すげえなこれ。草生えるはこの記事半ば過去の悪用の告発やんけ。刑事事件ならどうにかなる、これヤバすぎるだろ。こいつも檻に移籍させろや。ゴムつける以前だから根元がいても無理やな。草さすが代理出頭。ゴムはつけてに当たり前や。と答える選手は立派なプロなんやね。球界の寝技師ミシン。ごっちゃんになるな。はマジで禁言やろ。刑事事件ならなんとかなるってどういうこと？警察との人脈使って揉み消すってこと？そんなんできるの？お前を寮から出したら、社会の迷惑になるこの警官よ。谷町との付き合いってそんな苦いなんか個人的なスポンサーみたいなもんやろ。主役と裏技というオブラートに限界まで包んだ表現。その割にはその時代からずっと西部の選手は全体的にチンピラ気質やないか。やばい人が筋通すとこが入り混じってるのがいかにも昭和の野球人やな。反社会的勢力に精通している、さらっとやばいこと書かれてて草。ゴムつけてても今回みたいなケースなら民事やろな。今いたら育成独立をどんな悪用してくれたのか。一部では不倫って言われてるけど相手は山川との関係嫌がってたんやから性加害者と被害者の関係よな。これ、今回の件を不倫と混同してるやつ多すぎ。はっきり、もう無理じゃね。で記事出たのは初めてか。奥さんのバカだねって言葉がほんと全て二分で気合い入れ直してこい。待っとるでな。